久保さんいやー、麻雀店やってたら、まあ、そんなか、レジとかありますからね。まあ、僕の会社は、まあ、ちょっとい、まあ、これ言えないんで <laughs>、言わないです <laughs>。まあ、ありましたね。まあ、まあ、レジとかはなかったんですけど、まあ、ちょっとありましたね。いろいろと <laughs>。まあ、それはちょっと言えないんで言わないですけど。まあ、これからの時代はですね、自分を雇えます。自分を自分で雇えるっていうね、これが一番僕はコスパがいいと思います。 自分で自分を何百人でも何千人でも何万人でも雇えるただでしかもコスバかがかないしかも金稼いでくれる、えー、ずっと二十四時間休みなく働いてくれるありがとう YouTube 行ってらっしゃい。